ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで、バーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。いや、そんばっかりですよ。ちょっとアニメであの方のうち、エヴァンゲリオンが初ですからね。え、初なんですか。初ですよ。それまでだってエロゲーとか、そうそう、あのゲーム、パソコン用のエロゲーとか作ってたっていう、うん、なんか何でもいろいろやってお金を儲けないとアニメが作れないって、アニメを作るために他で副業で金を儲けるっていう。そう、僕が高校生から大学生の頃はガイナックスから PC 用のゲームソフトが結構出てて、うん、育てゲーというものを作ったのはうちですからね、最初。その、うん、何でしたっけ、名前。プリンセスメーカー。そうだ、プリンセスメーカーだ。プリンセスメーカーって、だからその、まあ、美少女を育てていくみたいな。プリンセスにするんです。そうそう、はいはいはい。そういうゲームって今、いっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね。うん、あの今はアイドル養成したりとかね、うんうん、ありますよね。それの一応、あれ、パイオニアですから。すごい。いっぱいパイオニアじゃないですか。ね、何もなかったんですよ、本当な、80年代から90年代頭にかけて。そうですよね、なんか新しいこう PC とか、なんかそういうのがこう出てきたりとかしたんだけど、それに合ったコンテンツをちゃんとみんな作りきれてないみたいな、ね。あと大人たちはこうね、その当時の例えば40代ぐらいの大人たちは、20代とか10代の人たちのニーズにうまく合わせられないっていうか、文化的なギャップがすごく今より大きくって。うん、なんか大人の作るものにこういまいちフィットできないものがあったっていうのがあって、うん、だそれをこう作ってた感じですよね、うん。まあ、エヴァもでも最初のテレビアニメシリーズはどうだったんですか。まあ、テレビですからね、ヒットするしないはあんまり実は関係ない時代ではあったんですね。その後も多かった感じなんですか、あれは。そうですね、だからテレビ最初の放送の時はまあまあ話題にはなったけど、そのなんかね、96年とかそんなもん、95年です、95年、6年、はい、ぐらいに最初のエヴァンゲリオンのテレビ東京かなんかでシリーズやったんですよね。でその後再放送夜中にやったんですね。今時はこう夜中にアニメやるなんて当たり前なんですけど、うん、それもまたちょっと出始めで、夜中波量が安い時にやったらいいんじゃないかって話で、うん、やってみたら今度 OL とかその勤め人が帰ってきてから見るという習慣がそこでできたんですよ。それすごい、今や当たり前ですけど、うん、それでヒットし始めたんですね。でもあれも結局その庵野さんのコンプレックスというか、うん、そういうものがもうそのまま出てるっていうか、うん、そうですね、あれも人を描いてる映画ですよね。そうですね、だから庵野のその裸の状態っていうのがね、よく出てるんで、これはすごい。僕はだからその1話の出来上がったのを見た時に、うわー、なんか庵野がそのまんま出てるな。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。今回のお客様、山賀博之様監督作品の青木うるは、日本のアニメーション映画の歴史に残る王立宇宙軍オネアミスの翼の続編映画です。 SF アニメファン念願の待望作がいよいよ制作開始です。ぜひご期待ください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。それぞれの気持ちとたくさんの思い詰め込んだボール雨降る日でも風吹く日でも。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。